みなさんこんにちはワオサイエンスパークナビゲーターの菊池ひとみです皆さんここがどこだかわかりますか後ろに見えるのが有名な時計台そう私は今京都大学に来ています今日は山中伸也教授のノーベル賞受賞で脚光を浴びた iPS 細胞についてお伝えします iPS 細胞とは何かそして iPS 細胞の研究はどこまで進んでいるのかなどこれを見れば皆さんも一躍 iPS 細胞痛になれますよ。 iPS 細胞は2006年に京都大学の山中伸也先生が中心となって開発したこれからの医療を大きく変えると期待されている万能細胞ですその研究が評価され2012年山中先生がノーベル医学生理学賞を受賞したことは皆さんもご存知でしょうねこれが iPS 細胞です この細胞がいろいろな細胞や組織に変化していきます。そのことで、例えば今まで実現が難しかった再生医療や、治療が難しかった病気の薬や治療法の開発が実現できると期待されています。そうした iPS 細胞の研究は、今、世界中の研究機関や企業などで進められています。 山中先生が所長を務める京都大学 iPS 細胞研究所でも200人を超える人たちが iPS 細胞を実際の患者さんの治療に生かすための研究を行っています今日はその中のお一人初期科技工研究部門に所属しておられる斉藤英准教授におお話をお伺いしますはい 京都大学 iPS 細胞研究所にやってきましたここが iPS 細胞研究の総本山ですそれでは斉藤先生のところに行ってみましょうこんにちは斉藤先生今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします 早速なんですがまずは iPS 細胞の基本についてお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、まずこの iPS というのが何を意味しているのかご説明いただけますでしょうか。はい I.P.S. 細胞の I.P.S. は、はい、あの英語ではインデューストプリポテントステムセルズという名前にあのなります。はい、あのこちらにあの書いていて、ちょっとあの発音難しいんですけども、はい、あのインデューストっていうのはあのインデュースということで引き起こす、まあ人工的にあの作るという意味であの使われてます。はいはい、で、このプリポテントっていうのは可能性を意味しています。うんはい、で、最後のステムセルズというのがあの日本語で言うと幹細胞ということになります。はい。 あの人工というところはわかるんですが、この多能性というところと幹細胞というところが、はい、ちょっとまだよく分からなくて、はい、詳しく説明していただけますでしょうか、はい、あの多能性に関しましては、ここにその文字の通りになるんですけれどもあの、いろいろな細胞に変化できるような細胞ということになります。はい そしてあの幹細胞の意味なんですけども、はい、幹細胞は木の幹の細胞と書いて幹細胞なんですけども、ま、はい、そのイメージの通りですね、あのいろいろな細胞になる能力を持っている細胞として捉えられます。また自分自身を増やすということもできます。そのように非常にあの魅力的な細胞としてあの考えられています。はい。例えばですね、あの私たちの体の中にはその幹細胞の例としましては、はい、あの造血幹細胞というものがあります。造血幹細胞作るうちの 造血幹細胞っていうのはまあ血液私たちの血液の元になるような細胞を作るんですけども、はい、例えばその造血幹細胞から赤血球とか血小板とか白血球といったような細胞が作られます、うん、他にもですね例えばその神経の元になるような神経の幹細胞ですとか、はい、あとは皮膚の元になる皮膚の幹細胞とか、はいろいろなあの幹細胞があ,のあります元になるのが幹細胞なんですね、はい あのこのように私たち人間にも再生能力はあるのですが、例えばこう指を一本失ってしまっても生えてくることはありませんよね。はい、そうですね。はい、だから私たちの体の中の再生能力っていうものはあの限定的なものになっています。はい、あ、それほど I P S 細胞はこう可能性が大きいということなんですね。はい、I P S 細胞からいろいろな細胞を作り出すことができれば、はい、あの再生医療にあの役立つような研究が進むというふうに考えられています。 なるほど、はい。ところで菊池さんは、はいあの、我々の私たちの体は一体何個ぐらいの細胞からできているかご存知でしょうか。えっと、二万五千個ぐらいですか。もう少し実はあります。いくらぐらいと思います。百万個。実はですね、もっとたくさんありまして、はい、私たちの体の中は約六十兆個の細胞からなっています。六十兆個。はい。 そんなにあるんですかはいたくさん実はあります想像できないです、はい、でそれらの細胞は200種類の細胞に分かれてます200種類はいでも元を正せばたった一つの受精卵が分かれることによって、はい、あの私たちの細胞はできていますはい iPS 細胞っていうのはこの受精卵のような働きを持つ細胞ということになります いいろんな細胞にこう分かれていく、はい、そうですなるほどただ正確に言いますと受精卵と全く同じではなくって、はい、我々の赤ちゃんの体を守る胎盤とかの細胞にはなることはできないということがあるんですけども<あ>それら以外のほぼ全ての細胞にはなることができるということで、うん、あの非常に画期的な細胞というふうに考えられています。なるほどよく iPS 細胞に似てる細胞として、iES 細胞というのもあの耳にするんですけれども、この iES 細胞というのはどういった細胞なんですか？はい、iES 細胞もあの iPS 細胞と同じで、あのいろいろな細胞にあのなることができる能力を持っていますで、あの今も iPS 細胞と iES 細胞はまあほぼ同じような細胞というふうに考えていいと思います。ただあの iES 細胞を使って再生医療と進める上で あの問題点が二つございまして、はい、あの一つ目の問題点としてはやはり E 細胞を作る方法にあるんですけれども、はい、どういう方法で,で、はい、E 細胞を作るときには受精卵を壊して中の細胞を取り出す必要があるという問題点があります。あ、はい、も受精卵から作る細胞ということなんですね。はい、あのそういうことになりますので、その受精卵自身は、はい。はい お母さんのお腹の中に戻すとまた赤ちゃんとして育つものになりますので、はい、やはり倫理的な面でそのような細胞を使って研究を進めていいのかという問題点が存在していますはい。もう一つの問題点としましては、はい、例えば再生医療にイエ細胞を使って 進めたいというふうに考えた時に家、うん、細胞は自分自身の家細胞を使うことはできませんので、はい、その例えばあの他の方の作られた家細胞をもとに細胞を作って自分の体に移植するということを考えた場合に、はい、その拒絶反応といううものがが生じてししまま可能性が存在しますああなるほどやはりその2つの問題点その拒絶反応が起きてしまうという問題点と、うん、やはり倫理的な側面でそういう家細胞というものを使って あの研究をしていいのかっていう問題点からあの別の新たな形でそのような細胞を作れないかっていう研究が、はい、研究を進める機運が高ままっていましたああそこで山中先生が全く新しい細胞を作ろうということで、はいえー、iPS 細胞を考えられたわけなんですね。はい iPS 細胞というのは自分の皮膚から作り出すというふうに聞いたんですけれども、はい、あの具体的にどういうふうに作り出すものなんですかま、はいはい、まず皮膚などの体細胞を取り出しますそれに多能性誘導因子、はい、ここではあの4つの遺伝子の元になるものをこう入れてるんですけどもこの多能性誘導因子をこの細胞に皮膚の細胞に入れてそれを培養することによって、はい、iPS 細胞というものを作ることに成功しました。はい 可能性誘導因子という言葉は難しいんですが、はい、なんか過程としてはすごく簡単に見えますねはいあのただですねこの簡単に見えるんですけどもあの非常にやはりそれをしたところが山中先生のすごいところだというふうにあの思っています。はい、っていいますのも誰もこのようなですねたった4つの遺伝子を入れるだけで、はいうん、ES 細胞に似たような細胞ができると予想はしてなかったんですね。 それをやってみせたというところがやはり山中先生の素晴らしいところだと思いますなるほどと、はい、これが皮膚の細胞ですこれに多能性誘導因子を入れること入れて細胞を培養しますはいそしてこちらが iPS 細胞になりますこの細胞にいろいろな刺激を加えて例えば写真の新品細胞のようなものに変えていくわけです あ、これがあの心筋細胞などに変わっていくんですね。はい。そんな簡単な方法を山中先生はどのようにして発見されたんですか？はい、あのまず最初にあの山中先生はその家細胞のようなものを作りたいということで、イエス細胞とその例えば皮膚の細胞の中で働く遺伝子の働き方に着目したんですね。はいはい はい、そうすることでまず ES 細胞の中でよく働く遺伝子というものを100個の遺伝子を絞り込むことに成功しそれでその例えばじゃあその皮膚の細胞にその ES 細胞でよく発現している100個の遺伝子のどれかの遺伝子をこう発現させてやると、はい、その皮膚の細胞が ES 細胞のような細胞に変わるんじゃないかというふうに考えて実験を行われて ました。もうそれは一つ一つ試していくっていう感じです。そうですね。うん、その過程の中で研究を重ねて、その百個から次二十四個まで絞ることができたんですね。こうん、結構地道な作業という感じですね。そうだと思います。はい。 そこでこの24個からですね最終的に4つの遺伝子になるわけなんですけども、はい、そこであの山中先生と今 iPS 研究所で講師を務められている高橋和敏先生のアイディアで、はい、その24個を4個に絞り込むことにできたわけですね。私自身もですねあのの高橋先生にににそそどういうふうういふしてて実際にそうやって絞り込むことが尋ねたこともあるんですけども、はいはい、やはりあの高橋先生もその実際に実験をやっている上で、まあ、細胞 をあのに遺伝子を普通は1個とかずつ入れていくんですけども、はい、細胞も遺伝子も余っちゃってあの、うん、もったいないということになってそれでまず最初に24個の遺伝子、はい、普通は24個の遺伝子全部入れちゃおうというような実験はあのあの普通にはしないんですけども、はい、せっかく余ったので全部入れたらどうなるかっていうのをやられたというふうに聞いてやっぱりそこがすごい面白い着眼点のところでもあると思うんですけども、はい、で24個の遺伝子を入れるとそのような ES 細胞みたいな細胞ができた。 っていうこといこになったんですね、はい、だからそこの時点でこの24個の中に正解があるだろうということであ<ー>あのまずそこを分かってその後に次にじゃあどれが正解かっていうのを見つけるために一個ずつ取り除くような作業をされました<ー>そうするとその取り除く過程であの大事なものが残っているものだけやはり イエス細胞みたいな細胞になりますので、うそういう過程の中で、四つの遺伝子に最終的に比較的短期間で絞り込む。絞り込むことができた、というふうに、あの、聞いております。なるほど、ちょっと効率化されたっていう、ね。はい、ね、うん。たった四つの遺伝子を入れるだけで。 そういうい受精卵のような細胞ができるっていうのはやっぱすごい驚くべきことでそれに世界がびっくりしてノーベル賞を受賞されたっていうのもなんか分かるような気がしてきました。はい、おっしゃる通りだと思います、うん では、iPS 細胞がどのように生かされているのかということについて具体的にお話しいただけますでしょうか。はい。iPS 細胞があの生かされている領域としましては大きく二つあります。はい。まず一つはですね、ここに示しましたように細胞移植などの再生医療です。はい。例えば今あのこの iPS 細胞研究所でも。 iPS 細胞から筋肉の細胞を作ろうとしていたり、はい、あとはあの心臓の細胞心筋細胞を作ろうとしていたり、はい、またあの神経の細胞を作ろうとしたりする研究があの今まさにあの進行中です。うん、なのでさまざまなのの iPS 細胞から作った細胞をもとにそれを利用して再生医療に役立てようという研究があの盛んに進んでいます。例えばですねあの、はい あの人の目の細胞ですね目の,あの網膜上皮細胞というものがあるんですけども、はい、その細胞を iPS 細胞から作って、うん、あの治療に役立てようとする研究があの来年度からもうなんです、ねはい、もう一つの方はですね患者さん例えば神経の病気の患者さんから iPS 細胞を作って神経を作ると、はい、その病態を再現することができるということが分かっています。そ、えー、そうすると例えば今までその細胞 あまりあの量が少ないとか見えにくい部分にあったりしてよくわからない状態の細胞を実際に iPS 細胞を使ってたくさん作り出すことができますのでその病気の原因が何なのかということの病態の解明といいますかその原因を理解する研究が今後どんどん進んでいくというふうに考えられています。ななるほど、直接その患者さんに薬で実験しなくても、その細胞 今の薬とおっしゃられたんですけどもそれを使うとその細胞を使うと実際に新しい薬もあのどんどん作られるようになるんじゃないかというふうに考えられてまして今までは例えばその細胞に似たそのあの悪い細胞に似た細胞を使って薬のスクリーニングということをしていますのであのその薬お薬が本当にそ,れその細胞の患者さんに効くかどうかということが分からなかったんですけども実際にその患者さん由来の 細胞を、i. P. S. 細胞を通して、作り出すことで。あの新しい薬が、あの作られるようになるんじゃないかということが期待されています。なるほど。はい。ただ、一方で、まだまだ克服しなければならない問題っていうのも、あるというふうにお聞きしたんですけど。はいはい、具体的にどんな問題が。あるんですか。はい、あの実際にですね、あのまずこの i. P. S. 細胞をですね、あの。再生医療に利用するにあたりまして、やはりあのまだ。はい これからあの克服しなければならない壁がたくさんありまして実際の再生量はまだまだ先あの何年もあの10年も。 あの10年とか20年とかちょっとまだわからないんですけども、はい、まだ先になると考えられてましてその大きな課題の一つとして、はい、やはりその iPS 細胞のの安全性の問題があります、うん IP、細胞は無限に増殖するという能力を持っているんですけども、はい、それは裏を返せばがん化してしまう可能性危険性があるということになりまして、はい、いかにそのがん化しない安全性の高い iPS 細胞を実際に作り出すことができるかということが課題になっています。 で例えば今まで一番最初にその山中先生が報告された iPS 細胞を作る方法では、はいはい、遺伝子の宅配便みたいなものなんですけども、はい、ウイルスというものを使ってそのレトロウイルスベクターというものを使って遺伝子を細胞に入れていたんですね。それは細胞のの中で目的の遺伝子を 作るのにはすごい役立つんですが、はい、逆にその我々の私たちの体の中の染色体 dna を傷つけてしまうという危険性もあったわけです。ウイルスっていうと、なんかちょっと悪いイメージ。があるんでしょうそうですね。そういう形でやはり傷ついてしまうと、それが元に眼科になってしまうという問題点があって、うんはい、今研究所でもそのような眼科を起こさない方法で ips 細胞を作る方法というものを、実際に開発してきておりまして、はい、あのそういう研究も進んでいます。 もう一つはですね、はい、実際にそのの iPS 細細胞胞かかから目的の細胞をいいいににちゃんととと作り出すす。うことが問題になっています、はい、で例えば iPS 細胞から神経細胞神経細胞等を作りたいといった時にそれ以外の細胞が少しでも混在してしまうとそれをもとに患者さんに移植ということを考える時にまた眼科化の問題等が発生してしまいますので目的の細胞をいかに作り出すかということを今研究でも重要なポイントとして考えられています。 はい、あの斉藤先生ご自身の研究が、はい この2つの問題に大きく関わっているというふうにお聞きしたんですけれども、はい、どんな研究を今されているんですかはい、あのー、今からぜひあのやっていきたい研究としまして、はい、あの私自身が使っているものは、まあ、DNA の親戚のような分子なんですけれども、はい、RNA という分子を使って RNA?R と D が違うだけなんですけれども、はい、そ,のそれを使って、あのー、実際の研究を進めています。うん、DNA って言いますのはあのーはい 例えばその遺伝子のようなイメージで、あの私たちの体の中の情報になる分子としてあるんですけども、はい、あとあの例えばタンパク質というものがあのご存知ですかね。はい。タンパク質は、まあ機能を持ったあのいろんな働きをするようなものなんですけども。はい そのイメージとしては RNA というものはあのそういう DNA みたいな遺伝子としても働くしタンパク質のように機能することもできるような分子としてあの今注目されているあの分子の一つです、はいで。私はそのの RNA RNA をを使って、例えば RNA をあの細胞の中に入れる、 RNA 自身はその染色体を傷つけることはないので、うん、その最初に飲みましたがん化する問題とか安全性の問題を解決できるる可能性があるといいう,うに1つ考えていますなるほどでもう一つとしてはその先ほど目的の細胞をあのいかに効率よく作るかあの作り出せるかというところがあるんですけどもその面においても RNA をうまく活用できないかというふうに考えてあの今現在研究を進めているところです。はい 言ってみれば、はい、iPS 細胞を作る入り口の部分と、はい、あとどういう細胞に変化させていくかっていう出口の部分で重要になってくるっていう研究なんですね。はい、ちょっと関係のないあの漫画みたいなイメージ図なんですけども、はい、まあこれが RNA としてタンパク質でこの RNA とタンパク質っていうのは体の中でこう分子のロボットとして。 働くようななこととができるんじゃないかと考えててまして、はい、まあそのような機能を持ったロボットが体の中に入り込んで悪い細胞を見つけてこう働かなくしたり、はい、例えばその目的の細胞だけを作るようなものとしてあの利用できるんじゃないかというふうに考えて研究をしています。 例えばですねあのがん化した細胞を取り除きたいということを考えた時に私が今進めているのは RNA を使ったスイッチを細胞の中でで作ろうとしているんですねスイッチ電気のスイッチみたいにこう切り替えるものなんですけども、はい、例えばそのがん化した細胞の中でだけ働く RNA スイッチを 使うことができれば、はい、その細胞をうまく見つけ出して取り除くといったようなことができるようになるんじゃないかというふうに考えてまして、はあ、あの今現在まさにそういう RNA スイッチというものを使って、うん、目的の細胞をちゃんと作り出すようなことができるかとかが、うん化した細胞をうまく取り除けるかといったような研究もあの進めているところです。そうなんですね、はい はい、あのところで、はい、先生はあの子どもの頃私自身あの大阪の南の方の出身なんですけども、はい、あの実際にその場所がこう海も山も近い場所でして小学校の頃とかずっと海で釣り,釣りをばかりしていてあの山で行って虫を取るとかそういう外で遊ぶのがすごい、うん あの好きなあの子供だったと思います自然児って感じですね。研究者になろうと思ったのはいつ頃からなんですか、はい、あのそれで中学生ぐらいの頃だったと思うんですけども、はい、あの本で読んだ本が、まあはい、アインシュタインが考えたことみたいな本が読みまして、はい、そ,のその時はあの今生物生命科学者になるというよりはその宇,宙の宇宙に興味がありまして。 そうですねはいあの時間宇宙では時間が変わるとか宇宙の果ての問題とかそういうことを研究したいなというふうに、まあ、研究したいなというよりはその頃はそういうのに興味があるなという感じで。はい 思ってたんですけども、はい、まあ中学高校とはあのずっとバレーボールばかりしてましてもうあのあそうなんですかはいあのー、もう延々とずっとあの運動ばかりしているような感じのバレーブで、はい、実はい <laughs> のその話も今度 <laughs>、はい、そうなんですはいなので、うん そういういい感じであの過ごしていましてまたね、はい、あの生命科学に興味を持たれたれのはいつ頃なんですか生命科学にはですねそれであのまず最初に高校の時に、まあ、宇宙、はい、宇宙物理っていうのがしたら宇宙の起源わかるんじゃないかと思って大学に入ったんですけども、はい、大学の授業で物理の相対性理論の授業とかを聞きまして、はい、よくあの かかかかららななっっったたまあ正直さっぱり分からなかったんですね<ー>それであのこれでご飯は食べれるのかと自分で考えてた時にある生物の授業であの利根川進先生の,、はい、あのビデオをずっと流し続けるっていう不思議な授業があったんですけども <laughs>、はい、その授業の中であの利根川先生があの「 その分子生物学という学問があることもその当時あまり知らなかったんですけども面白い世界だなと思って聞いていたんですけどもその,あのビデオの中で利根川先生があの研究者っていうものはあの自分の興味に基づいて自分の人生をコントロールできるんだという話をされていましてはいその「コントロールできる人生」っていうフレーズがなんかちょっと頭に残ってそれで自分自身も面白いし人の役にも立つ研究ができれば。 あの面白いんじゃないかなというふうに思ってそれからその生物にあの興味を持ってあの進み出ししたような気がします、はい、そして今こうして研究者になななられていいるわけんんですねはとか、はい、それであの実際に研究者に科学者になられて今そういった醍醐味といいますかこ科学を研究することの面白さって一体どういったところにあるんですか はい、あの私思ってますのは、まあ、研究者のグループっていうのは結構その、はい、まあ商店街の,あの商店長といいますかその小さいグループで私もやってるんですけどもあのそういう研究をしているわけでそれでただですね、はい、面白いのはやっぱり自分が考えたことを実行してそれがもとにいろいろう色々 新しい世界を作ることができるかもしれないということが非常に面白いところだと思ってましてもちろんあのいろいろ失敗ばかりなんですけどもその中でもし一つでも面白い本当に役に立つこあの技術を作ることができればそれをもとに例えばこの iPS 細胞研究所で患者さんに役立つ研究につながるようなことができるかもしれないとかあと本当にあの 今まであのなかったような技術を作り出すことができればあのそれは非常にエキサイティングなことだと思うので、はいまあ、そういうことを目指してやっているというところがあの自分自身科学者は面白いかなというふうに感じているところですはい、はいありがとうございます、はい、では最後に、はい、この番組を見てくれている中高生に一言お願いできますでしょうか。はいあの 二言,言いたいたんですけども山中先生も言われていたと思うんですけども、はい、あのやっぱりいろんなことにこう失敗を恐れずにどん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 チャレンジしていってほしいと思うんですね。それで失敗をいろいろ、まあ、我々もですね毎日実験は失敗の連続で、まあ、3割バッターなんか目指してたら駄目だというか,なんかやっぱり1割成功すればいい方な世界なんですね。はい やはりそういう経験をもうあの中学生高校生の頃からどんどんしてそのやっぱりうまくいかなかった過程の中で実は面白いことがあったりあの新しいことが見えてくることが多いのでどんどんんんににいいいろななこととチャレンジして欲して思います、はいはい、もう一つはですねあのよく自分の心の声を聞いてほしいといいますか私自身もですね あこれ進路の選択の話なんですけどもあの今はその生物生命科学をあの研究してるんですけどもその理系科目は全然得意ではなくてあの数学とか例えば生物とか物理とか、はい、そういうものあんまりできずに国語とか英語がどちらかというと得意だったんですけども、はい、ただやっぱり興味がその宇宙とかあの生命の起源とか生命の細胞とかそういうものにあったのでその道に 入っていくとそれではなんとか自分の興味があれば続けていけるっていうことが分かったんでよく自分の心の声を聞いて自分が面白いなと思ったんだったら特にその得意科目とかそういうのにとらわれずにその方をどんどん進んでいけばきっと面白い人生になるんじゃないかなという気がします。はい、今日は楽しししいいいお話をあありりががととううごござざままたたここちらそ これかかからも頑張ってください、はい、いいはありががとうございますいかがでした iPS 細胞がものすごく大きな可能性を秘めていること斉藤先生の研究がとても重要であることが分かってもらえたでしょうか次回はどんな先生から楽しいお話が聞けるでしょうではお楽しみになおの オンンライン個別指導いつでもどこでも君の目の前に先生がいるデジタルペンが君の思考力学力をぐんぐん伸ばす40分のサイクルが君の理想の学習時間を作る「ワオのオンライン個別指導」体験授業受付中